藤谷蓮次郎です。今さっき、野口五郎さんのゼップ名古屋で行われたライブレック、野口五郎さん、ゼップツアーのライブレックというのをステージを見てきたところです。今終わってまだ20分と経っていないんですが、私としては初めて、野口五郎さんのステージを、見たもんですから、初めて参加するということですごくドキドキして、どんなことが起こるだろうとワクワクしていたんですが、結論を言いますと、期待したものとは全然違うものが出てきました。期待してたのとは違うんです。でもすごく幸せな時間でした。最初始まって2時間半くらいあったんですけども、最初始まってしばらくは率直に言えば、これどうなんだろうと思っていたのも事実なんですが、終わった今はすごく楽しい気持ちでいます。幸せな気持ちでいます。その辺を今帰り道で、この名古屋駅の周辺で結構人も多く通ってまして、なかなか長く話せないので、明日もしくは明後日くらいに、もうちょっと落ち着いた形で、私の勝手な感想を言わせていただきたいと思います。また改めて感想も言わせていただきます。名古屋駅は人も多くて騒がしいですが、ここで行われた野口五郎さんのライブレック、すごく僕としては幸せな時間でした。明日明後日またお楽しみにお願いします。よければチャンネル登録の方もして備えていただけるとと思います。今とりあえず終わったところのまず第一の感想でした。それでは失礼します。